ックマンレクスアドベント。まずいことになったな。あれが究極のライブメタル、ウロボロスか。あれから出てきたイレギュラーの大群が各国を襲っているらしい。俺もあの後いくつかモデル部位を潰したんだが、焼け石に水だったみたいだな。空の上から世界を見下ろすなんて趣味悪すぎだわ。どうにかならないの？もちろんだ。どうにかするために君に会いに来たんだからな。行くんだろう、君の物語を紡ぐために。あれは俺と俺の仲間たちの船、ガーディアンベース。残された手はただ一つ、ガーディアンベースでウロボロスに乗り込んでアルバートを倒すしかない。おい待ってかよ。親玉のとこに行くんだろ。俺たちにも暴れさせろよ。あのデカブツを仕留めたら賞金どれぐらい出るんだろうな。うずうずしてくるぜ。ちょっとみんな待ってよ。これはいつものミッションなんかじゃないのよ。いや、これはレギオンズからの正式なミッションだ。三賢人、マスタートーマス。たくましいな、君たちは。こうでもしないと彼らは収まってくれないのだよ。もはやレギオンズでも各国への対応が追いつかない状態だ。アッシュ君、君に全てを託したい。みんな君の仲間たちか。頼もしいじゃないか。よし行くぞ、俺についてこい。気を抜かないよ。必ず全員生きて帰るんだ。アッシュ、先に行ってくれ。俺もここを守りきったらすぐに追う。任せなさいって。さあアルバートに全部の借りを返しに行くわよ。おう、you
飛行艇でこのウロボロスに突っ込んでくるとはね。進化に追いつける者のやることは野蛮だな。アルバート、ところで君に会いたいという者たちがいるのだが、彼らの相手をしてやってくれないか。裏切り者モデルへ、俺お前倒す。シャッシャッシャッシャ、この時を待っていたぞ。復讐の時をな。わざわざこんなところまで来るとは、しつこい女だ。あら、私にもおもてなしさせてほしいわ。アンコールに応えて来てやったぜ。二度も不覚は取らぬ。処刑はまだ継続中なのよ。王に仇なす者め、今度こそ滅ぼしてくれる。トランスオン、モデル A と同じコピー能力。言ったろ、君は私の影だと。だが私の力はコピー能力などではない。モデル V の生贄となった全ての魂が私の中で生き続けている。全ての命を操る力、それが究極のロックマンの力。
真のトランスオンだ。このオフに彼らの新しいボディを用意した。遊んでやってくれ。私の元までたどり着けたら全てを教えてあげよう。なぜ君たちが不完全とはいえトランスオンを使えるのか、君たちの正体をな。時をじっくりたっぷり時間をかけていたぶってやろう。ロックオン。時代の波に飲み込まれるがいい。世界生まれる。お前もういらない。
お前、起きて破った王の罰、受けろ。できれば君とは二度と会いたくなかったのだがね。うるさい女は嫌いなのだよ。私の前から消え去りたまえ。見るがいい。VIP 待遇だ。お前だけのために歌うぜ。とっておきのレクイエムをな。引退するぜ。あとはお前だけで盛り上げな。ロックな悲鳴を頼んだぜ。素敵なパーティーになりそうですわ。あなたも祝いなさい。だって新たな王が降臨された記念すべき日なのですから。終わってるのはお好き。
我らよりも進化できぬ者との慣れ合いを取るのですか。どこまでも愚かですわ。貴様など所詮は大海に浮かぶ氷の粒に過ぎん。進化の波に飲まれる前に一思いに我が牙で噛み砕いてやろう。滅びよ、王の影たる貴様に光ある世界は作れぬ。
済むがいい。そして我らが王の力にひれ伏すがいい。ぐトランスオン。
地上で逃げ回っていればよかったもの。まだ僕らとの決着はついてないだろ。勝ち逃げなんかさせないよ。これ以上先へは行かせない。戦力差4対1これより目標の完全破壊を開始する。あんたたちこの状況でまだそんなこと言ってるの？アルバートは初めから私たちを利用してたのよ。些細なる問題ならばこの中の勝者が奴を倒し新たな王となるまで、最後の勝者が王となる。アルバート自身が決めたルールだ。あーもうどうしようもない連中ね。アッシュ、ここは俺に任せて先を急ぐんだ。貴様、ようやく見つけたよ俺たちの探し物。お前たちの持つライブメタル、それは俺の仲間だ。返してもらうぞ。そろそろ来ると思っていたよ。嬉しい、とても嬉しい。そしてとてもかわいそうだ。モデル A と出会わなければ何も知らずに死ねたものを。どういう意味？なんだモデル A、 彼女には話していないのか？君は全てを思い出したはずだ。 うるさい。アチュ、相手にすんな。さっさとやっつけちゃえ。アッシュ、君は私の遠い子孫だったのだよ。まだ私が三賢人となる前に残した血族、その末裔なのだ。私の血を最も濃く受け継いだ人間だからこそ君はモデル A で変身ができた。でもそれは私の体にお前がデータを組み込んだから。違うよ、私は君に触れてもいない。君の出現は予定外だったのさ。そして君の持つモデル A、 それは私の計画の全てを収めたバックアップシステムだ。故にモデルアルバート、モデル A と名付けた。ムカつく名前だ。そう言うな、じきにその名も意味がなくなる。よもや自分の分身を自分の手で消さなければならないとあれ、悲しいよ、とても悲しい。けれど嬉しいよ、私は自らの手で唯一の存在になれるのだから。
私には聞こえる。モデル V の生贄たちの怒り、憎しみ、悲しみ。世界中で人々の魂を喰らい、覚醒したモデル V は世界の意志そのものなのだ。モデル V は破滅を望んでいる。世界は自らの物語の終わりを望んでいる。ならば終わらせよう。モデル V の究極のロックマンとして、進化の果てが滅びだというのなら、それが定められた運命なのだよ。そんなのあんたの思い込みだわ。あんたはモデル V の力に振り回されてるだけなのよ。平和に溺れ、変わることを拒み、世界に滅びを選ばせたのはお前たちだろう。私はね、新たな世界を作ろうと思うんだ。天と地を定め、新たな命を生み出し、行く末を見守ろうと思っている。バカにすんのも大概にして、神様にでもなったつもり？神になったつもりではない。私は神だ。君たちが住むこの世界そのものが失敗作だ。新たな世界を作る前に、この世界をリセットしなければならない。モデル V がもたらしたこの究極の力を使ってだ。これは神である私が決めたことだ。滅びの運命は変えられない。いいえ、運命は変えられる。私たちの運命は私たちが決める。それだ、その姿だ。虚しく哀れで虫歯が走る。だから私はロックマンを生み出した。進化するために。神になり損ねたものよ、お前はロックマンですらない。もはやただの人だ。決めつけないでくれる？これは私の人生、私の物語なんだ。それが君の出した答えか。君もまた
私が作ったロックマンには変わりない。君は私をも超えた。私の研究は間違ってなかったのだ。さらばだ、アッシュ。自らが選んだ平和の中で朽ちてゆくがいい。4対1ってのは欲張りすぎだったか。先に行け。ここは俺が食い止める。何言ってるんだモデル Z。 そんなの無茶だ。心配するな、死ぬつもりはない。行こうバカ、モデル Z を信じよう。その言葉信じてるからな。美しき覚悟、友のために命を捨てるか。死ぬつもりはないと言ったはずだ。それにモデルエイジたちのことは俺の方がよく知っている。なんだ、体が重い。どうしたモデルエル。ライブメタルどもめ、まだ私たちに抵抗する力が残ってるのか。理解不能、理解不能。アッシュのことは任せたぞ。体の方は大丈夫か。君を担いで脱出するの大変だったんだぞ。それ女の子に言うセリフじゃないわよ。それよりウロボロスは。ウロボロスは跡形もなく崩れ落ちたよ。モデル V の反応も出てこない。ただの瓦礫になってそのまま海に沈んでいった。アッシュ、君のおかげだ。まあねって言いたいとこだけど、バンやみんなのおかげだよ。バンが言っていた通り、みんなの力がみんなの運命を変えたんだよ。ところでバンはこの後どうするの。またガーディアンベースで仲間たちと世界中を回ろうと思う。探し物も増えちゃったしな。アッシュ、君は。私、そうね、神様を名乗ってたやつもやっつけちゃったし、すんごいお宝見つけてレギオンズからこの世界を買い取っちゃおうかしらなんてね。
私は今まで通りハンターを続けるよ。もっといろんなものを見たいし、いろんなものを知りたいし、いろんな人に私を知ってほしいから。自分の運命は自分で変えるだろ。そうか、それだ。アッシュ、オイラも行くよ。一緒に連れてってくれ。誰が置いてくなんて言った。あんたは私のお宝で私の仲間なんだからね。また会えるといいな。いつでも会えるよ。これは私たちの物語なんだから。
Thank you.